先ほどの話の中でそのフランスについてはその農薬の基準をこう高めてその、まあ、その政策をの方針を変えるというようなことをされたという話もあったと思うんですけど、この現状をこう変えていくというときに何がその例えばフランス政府であれば鍵となったのか。フランスはマクロンさんが大統領になって、マクロンさんが大統領になってから委員会を作って、その委員会の中で議論させて、その中で出てきたものを法律にしたっていうのが歴史的にあって、ある意味やっぱり政治家がやっぱり出てきて、政治家がこういうのやりたいって言ってこうちゃんと委員会作ってそこで議論してもらって、その審議会とか研究会とか作ってそこでやって通していくっていうことが実際やっぱりできることとしてはあるんですね。でそれの悪い例が安倍さんがやってる政界会議みたいなのね、どんどん安倍さんがやりたいようにやってるじゃないですか。だからああいうふうにこう権限持った人がやりたいようにやるようになっているのも、そのやりたいようにやるものの中身をいいものにしていけば、実はやりたいことができる。